はい、というわけで今日やってきました。真庭市の湯原に来たんですけども、もともとロープウェイがあった施設です。で、以前はね、このロープウェイの終着点、山の上に行ったんですけども、今回は麓のロープウェイの駅になります。で、以前ね、この施設なんですけども、自己責任で散策してくださいということになっています。昭和56年5月15日、800円。誰かが踏み入れた足跡。安全作動株式会社、
これはインベーダーゲームの痕跡というか、あれですね、100円を入れて動くやつです。ズタズタに壊れてますけど、おそらくゲームコーナーがあったということでしょう。これ時計かな。立ち入り禁止って書いてないのがちょっとおかしいですけど、やはり管理されてないんです。以前ね、山の上にの駅に行った時は関係の人がいろいろセッティングしてくれて、でそのまあなんだろうな、なんかそういう局みたいなところに問い合わせると、まあ自己責任でどうぞということです、これは言われました。完全に管理されてないんでしょうね。ここに立ち入り禁止ってあったら完全に入れないですけど、昭和55年11月1日、これは鉛筆削りですね。ここはもしかしたら売店だったのかもしれないですね。ちょっとしたものを売ってたのかもしれません。やはり売店があったようです。チェルノブイリみたいな、ウクライナのチェルノブイリみたいな雰囲気です。オープンした時の写真ですね。
というわけでこんな感じでお届けいたしました。山の中にあるロープウェイの麓の駅でございます。ありがとうございました。チャンネルがいいと思ってますとか、悪いと思ってます。